そこらの人間たちに特に1ミリも期待していない。民主主義っていうのはテロを引き起こす原因にもなったんですね。苛立ちっていうのを全面的に出してきたのが石原慎太郎であり大江健三郎ですよ。資本主義的な仕組みっていうのは強くて賢いものによって駆動されるような、三島由紀夫っていうのは大久保利通系の中央集権的な天皇は大嫌いなんです。マスメディアみたいなものがその全体を代表して、しかも中立でなければならないって建前になってると。はい、皆さんこんばんは、千崎明中です。今日はですね、もうはや紹介するまでもない超著名人に来ていただきました。イェール大学の助教授で、半熟仮想株式会社代表の成田悠介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと嫌味な、そんなことないでしょ、はい、なぜそういう嫌味じゃなくて本当にそう思ってまして、なぜかと言いますと文藝春秋の対応が全く違いましてですね、いつもとですね、これ映像で見られないのは残念なんですが、実はいつもの倍ぐらいのスタッフがですね後ろにおりましてですねやっぱり書き手というのはですね、書けて売れないとダメなんだなというのを実感している次第でございます。資本主義と民主主義っていうものについてどういうふうにご理解されているのかっていうのを改めて、すいません、ご説明していただけたらなと思うんですけど。そうですね、この本の範囲ではすごく多分常識的というかものすごくナイーブな整理の仕方を僕の中ではしてるんですよね。つまりあるプラトンがおそらくすでに言っていたようなタイプの整理をほぼそのまま持ってきていて、ざっくりと言うと、その資本主義的な仕組みっていうのは強くて賢いものによって駆動されるような、社会の動かし方の仕組みであると、つまりアイデアを持っていたり知恵を持っていたり資源を持っていたりするものが事業を始めたりビジネスを始めたりすると。でそうするとそこから生まれた収益というものが私的財産権みたいなものによってしっかり守られていて、でそこから生まれた収益が資本市場の力をかませて再投資されていくと、富めるものがますます飛んでいくような傾向があるという、こういうある意味強者によって駆動され、異常値によって駆動されるような仕組みが資本主義であると、でただ当然それは人がたまたま生まれ持った才能とか運をものすごく増幅してしまうような仕組みなので、放っておくとそこからこぼれ落ちる者たちが生まれると。でそのこぼれ落ちる者たちがいわば立ち上がって資本主義に対するカウンターカルチャーとして作り上げるような社会の仕組みが、民主主義的な政治制度のあり方なのではないかと、で民主主義的な政治制度のあり方においては、ある意味で あらゆる人を少なくとも名目的にはちゃんと包摂して共存していくことが大事で、人間の持っている才能とか知能指数とか資産みたいなものとは独立に個人という単位を作り出して、あらゆる個人に同じ力を与える、声を与えるっていうような、弱者によって駆動されて平均値によって駆動されるような仕組みと言えるんじゃないかと思うんですよね。そういう意味でその資本主義というのが強者によって駆動されるこう格差をどう作り出していくかっていう仕組みであるとするならば、民主主義はむしろそこで生まれる格差っていうものに対するある種の干渉剤を提供する仕組みと、整理することもできるのかなというような視点をとりあえずこの本では取ってますね。確かに資本主義っていうのは基本的にその欲望っていうのはキーワードで言うとすれば、常に差を作ってで消費とかを流行によって刺激によって生み出したりとかっていうのをしますし、しかも実際弱者と強者みたいなこうなんていうの差がないと資本主義はそもそも成り立たないわけですよね。それで言うとそれを政治制度で言うと自由主義の方に近づいていく一方で、民主主義というのは基本的に平等というのを担保するものだから、そこのところがこうどう噛み合うかによって今まではこうシステム運営をしてきたってことなんですよね。で今日の冒頭のその残念なそのテロ事件も含めて、僕がちょっとだけ歴史のことを知ってるんで言っておきますと、この民主主義っていうのは一見平等を目指していいように見えるんですけれども、実は戦前の一時期には日本社会においてはあれなんですよね、テロを引き起こす原因にもなったんですね。というのは ある、根拠、まさに今日と同じような意味でのテロ事件によって、首相がですね暗殺された時にそれをやった人物が言ってることはですね、戦前ですから天皇の下の赤子赤子、赤子であるというふうに我々は言われている、つまり全員平等だと言われているじゃないかと建前上、しかしながらこの落差は一体何なんだということがですね、怒りの駆動員あるいはそれを説明する原理として使われるんですね。
あ、民主主義ってそういう恐ろしい一面も持ってるんだっていうことですけども、その成田さんからするとその資本主義と民主主義がある意味こう何ていうんですか、アクセルとブレーキをやっていたような状況がうまくいかなくなっているっていうところが大きなあの現代に対する危機意識だと思うんですけども、その辺どういうふうにお考えなんでしょうかね。うん、その2つのバランスがその大きく崩れ始めたように見えるのがここ四半世紀なのかなという気がしてるんですよね。だからある意味で言うと それ以前 の冷戦的な政治経済制度の二項対立というのがあったと。でその対立が一見蒸発して冷戦後の世界に入ったあたりから、うん、なぜかその二項対立で勝利したはずの資本主義プラス民主主義陣営の機能不全が始まっているように少なくともデータを見ても見えるし、さまざまなエピソードを見ても見えると。インターネット産業の勃興というものが、うん、その全ての根本にある可能性が高そうだ、うんうん、どういうことかというと、まあ、ざっくり言ってしまうとインターネットによって、うん、まあ、コンピューター産業がただの情報と計算の産業から、うんうん、コミュニケーションの産業に転貌したと、うんうん、でそしてコミュニケーションというのは結局言論であって、うん、表現であって、うん、そして発言であり結社であると、うん、で民主主義的な国々というのはその この手の表現全般に対する自由をアイデンティティとしてきたような国々であると、うんうん、でその結果としてそのインターネット産業と今の SNS 産業に至るここ15年から20年ぐらい、うん、人類が作り出してきたコミュニケーション技術、うん、そしてコミュニケーションビジネス全般がありますよね。これの影響を一番受けたのが民主主義諸国だったんだろうと思われるんです。なるほど。で実際その民主主義的な国ほど例えばここ15年ぐらいで例えば政治家とか政党が外人とかマイノリティに対するヘイトスピーチを公然とどれぐらいするようになったかとかですね、うんうんうん、それから典型的にそのポピュリスト的な言説ありますよね。つまり、うん、外国とかを悪者にして、うん、そこと貿易戦争みたいなものを仕掛けることで、うんうん、ちょっと右がかったような世論の興奮を作り出していくような、うんうん、まあ、トランプが中国に対してやったようなのが典型ですよね、うん、まあ、あの手の典型的にポピュリスト的な言説っていうのがあると思うんですよね。でこういうものがどれぐらい増えてるかっていうのを見てもやっぱり民主的な国ほど増えてる傾向があるんですよ。でこれはおそらくその民主主義が象徴しているような表現の自由と、うん、インターネット産業が作り出してしまった新しいタイプの、うん、超大人数同期コミュニケーションのようなものの化学反応によって作り出されたものなんだろうな、うん、それによっていわばその民主主義の前提にあったような情報とコミュニケーションの基本的な、うん、前提条件が崩れてしまったと、うん、まあ、つまり大体みんなそこそこ正確な情報を共有していて、はい、でそれに基づいて、議論が行われて、でその議論はそこそこ冷静なものでなければならないっていう、まあ、この手のその教科書的で優等生的な民主主義の前提条件というのが、うん、まあ、だいぶ崩れてしまったと、うん、で人によって全く見ているものは違う、うん、でフェイクニュースもヘイトスピーチも、うん、特に最近までは比較的やりたい放題と、うんうん、でそして議論のあり方も、まあ、一人のインフルエンサーが何かを発言するとバーッとそれに同期して拡散してしまうっていうタイプの、はい、まあ、これまで想定していなかったようなタイプのコミュニケーションが可能になってしまったと、うんうん、まあ、これが民主主義国ほどひどかったというのがまずあるの、うんうん、で最終的にそれが経済にも波及したというところが特に重要かなと思うんですね。なるほど。そのと同時に例えば経済政策も、うん、貿易とかがしにくくなるようなタイプの保護主義的で自国第一主義的な政策が取られる傾向が強まったと、うんうん、これを象徴しているのもやっぱトランプの中国との貿易戦争だと思うんですよね。でさらに未来のに向けた資本投資みたいなものも、うん、民主的な国でほど減っている傾向が、うんうん、あるんですよ。正確に言うと成長が伸び悩んでいると、うんうん、でこれはいわばその経済的な観点から見た未来に対して開かれた経済とか、うん、他者に対して開かれた経済活動みたいなものっていうのが民主的な国でほど起こりにくくなってしまった、う
うん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 、という形でインターネットが作り出したコミュニケーションと情報関係の変容というのがまずその政治の世界を変えてしまい、うん、さらに経済の世界まで変えてしまった、うんまあ、これが多分背景にあるんだろうなと思うんですよね。民主主義って多分例えばどんだけ早くても半年に1回か1年に1回選挙が行われますよね。そういうふうにこう一つのですね、権力を決定するこう大きな祝祭がこう定期的に行われたものだと思うんですよ。だけどそういうですね、何か大きな権力を決定するぞっていうものが持っていた高揚感とか人々を引きつける集中力とかですね、それからまあ性的なものも含めて何かこういかがわしさも含めて全ての人間をかきたてる、興奮にかきたてるもの、そういうものがですね、拡散しちゃっているっていうことなんじゃないかなっていうのがあるんですね。だから僕がですね、成田さんの本の中でですね、例えば後半の方なんですけど、アルゴリズムで民主主義を自動化するとかですね、こういった話なんかを読んでると感じるのは、これからのその民主主義のあり方って、しかも確かある意味24時間こうね、駆動していくっていうようなこともお書きになられてますけど、何かね、この選挙にまず半分の人が行かなくなったと、それだけこう祝祭性がなくなったと、それがさらに劣化していくとですね、こう日常生活の中にうっすらと民主主義的なこう祝祭の残りがみたいなものが広がっていってですね、それをこう違う言い方で言うと、成田さんのような言い方になるのかなというふうに僕なんか読んだんですけれども、なんか僕の言ったことって当たってんのかも含めて。いや、全くそうなんだと思うんですよね。うん、なんで集中と分散って言葉で考えてなかったんですが、うん、結局、その、選挙みたいなものが象徴していた、うん、19世紀から20世紀ぐらいの社会が作り出していた興奮っていうのが、うん、時間的にも、うん、それからその集団とか空間的にも、うん、もうブワッと分散せざるを得ないような技術環境になってしまった。うん、である意味で、その現代で、SNS とかオンライン上のコメントとかリプライとかで、うん、永遠と政治家をみんな叩き続けたり、うん、それについて噂話し続けてるわけじゃないですか、うんうんうん、あれはある意味でその時間的に、うん、政治とか選挙みたいなものを持っていた、うん、ひたすらみんなのその見出しと噂と、うん、罵詈雑言と熱狂を作り出すような仕組みっていうのが24時間365日営業するようなコンビニみたいな存在になっちゃったっていう部分だと思うんですよね、うん、でさらにそのグループとして空間としてもすごい分散化が起きていて、うんうん、そのみんなが同時に語っているようなイシューっていうのが、うんまあ、なくなってしまったと。ああ、そうなんですよ。明治初期に大久保利通ってどういう政策をやろうとした人間なんだろうっていうことなんですよね。どうしてかというと、最初にその中央集権を強烈に作らなきゃいけなかった人間は何考えたのかっていうのを見たんですね。そうすると彼こんなこと言っていて、変法って変化する法っていう言葉を使うんですけど、俺は今その、ある意味で極端な中央集権的な体制を敷かなきゃいけないと言ってるけど、これは通常の方法ではないんだって意味で変化の方、要するに変化球の変化でいいと思うんですけど、はい、要するに変則的な制度じゃないんだっていう自覚が強烈にあるんですよね。その上で中央集権的なものを敷いていこうって言っているっていうのがあって、で、それとやっぱり僕が思っていることっていうのは、どうしてもその集中をしていくときにですね、国民が例えば防衛の問題に興味持ってくださいよとかですね、あるいはあまりにもウクライナと比較したときに日本っていうのは防衛に対してこう無頓着じゃないかって言うんですけど、実はこれは大久保利通も全く同じ考えというか、明治初期の人はリベラルに見える人も含めて全員同じこと言っていて、福沢諭吉だって一心独立して一国独立するって言ったし、板垣退助だって、戊辰戦争の時にですね、かつ官軍としてですね、福島県の、会津若松城を見た時にですね、周りの者たちに言ったのはですね、鶴ヶ城を見ろと。あそこにはみんなが隠れて我々の目を盗んでですね、米とかを支援してるじゃないかと。これはね、会津一国においては、その政治を担っている武士だけじゃなくて、一般国民まで全部それをね、一般庶民まで全部それをサポートしてるじゃないかと。我々は彼らをね、早晩叩いて全滅させるけれども、日本国は今後ああいう風にならなきゃいけないんだって戦場で言ったって言われてるんですね。そういう風にそのリベラルに見える福沢も、なんか西郷隆盛も板垣退助も大久保利通も総じて、当時の日本の国民は政治的なことに興味持ってない。それからですね、海外との緊張関係も興味持ってない。どうやって持たせるかっていう話をすごくする。で、おそらくそういうのが戦後にもう一回リバイバルされた形で
違うリベラルな形だしけど出てきたのって多分丸山正夫なんですよね、うん、で僕が言いたいことはですね、成田さんにとの違いを言いたいというか、あの質問というか僕が悩んでることだからなんだけど、これって結局何かっていうとですね、主体性論なんです。要するにこう自分が自覚持ってっていうね、あの究極のところこう根性論というかね、あのなんていうの、心情論になっちゃうんですよ、うん、だけどおそらく東博樹さんも含めていろんな人が今探ろうとしてるのって、個人のそういう心の持ち方とか道徳とかっていう倫理とかって話よりも、むしろシステムをどう作るかってことに興味があるっていうふうにおそらく言っていて、うん、成田さんもそういうところをあの目指されてるのかなっていうのは僕はあるんですよね。まあ、そういう意味で全くそうですね、うん、という意味で言うと、あの この本に書いたような構想は、はい、まあ、ある意味でそこらの人間たちに特に1ミリも期待していないっていうのが前提としてあるなと思うんですよね、はいはい、で全くその僕たちの内面が変化することも求めていないし、価値観とか国家観が変化することも求めていないし、そもそも、まあ、多くの人々が民主主義がとか選挙がみたいな問題について、うんうんうん、まあ、考えるっていうことも、まあ、少なくとも表面上は何も求めてない、うんうんうん、っていう意味でその人の主体性とか、うん、まあ、あるいは社会的なアイデンティティみたいなものを、うん、に依存しないばかりか、うん、むしろそれにを一切無視しても成立するような構想ってのはあり得るのかっていうことに興味があるっていう感じですかね、うんうん、まあ、だからそういう意味で言うと、ある意味の、まあ、ニュートラルな先民思想的な部分はすごく漂ってるのかなっていう気がするんですよね。だから直接は書かれてないんですが、うん、じゃあ この構想が仮に、うんうん、まあ、何十年かかけてこれに近いものが実現可能だったとしますよね、うん、そうするとそれを作り出すそのアーキテクトに相当する人、はい、それをデザインし実装していく人が誰なのかっていうものが当然出てくると思うんですよ、うん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 、でそのこのアーキテクトが誰なのかっていう問題については、まあ、議論を避けちゃってるんですよね。あ、ただそのアーキテクトこそがあの この背後にある先民であって、なるほど、その民衆の代わりに主体性を一人で引き受けている、うん、な謎のゴッドファーザーみたいな人だと思うんですよ、はいはい、という意味で言うと、そのある意味でその主体性を、うん、回すというか、まあ、無名の民衆みたいなものに求めていくのか、うん、それとも、まあ、有名匿名か賢明かはともあれ、うん、どこかの少数の強者に求めていくのかっていう、うんうんうん、違いがあるのかな、うん、で先ほど その戦後の丸山正夫とか、うんうん、あの明治の維新の父たちというのは、うんうん、むしろ民衆の側にそれを要求していった人たちだと思うんですよね、うんうんうん、だからそういう意味で言うと、その民衆に対する絶望というか、あの期待しない感っていうのが、うん、もしかしたらだんだん強まってきているのかもしれないなという感じがします。だけどそこってなんかその雑に理解しちゃうと、成田さんのいいところがそのそげちゃう気がしていて、例えばそのアーキテクトっていう話があったけれども、要するにそれってあの背後にこう何かルール形成する主体みたいのがいて、それが実はあのですね、右往の衆たちのとをですね全部こう動かせるような力を持ってしまうルール設定者がみたいのがいるんだって話になっちゃう気がしていて、はい、先民思想も含めて、はい、例えば Google の本社とか Facebook の本社とかが、うん、その先民たちによるゲイテッドコミュニティ的なものの最たるものだと思うんですよね、うんうん、であのここにあるものがその現実的にどうやって形になり得るかってことを考えて、うん、普通に予測してしまうと、うん、その結局、市場で、うん、Google のアルゴリズム的な意思決定とか、うん、Facebook のアルゴリズム的な意思決定が、うん、市場競争を通じて勝ったように、うんうんうん、その誰か特定 この民主主義的な意思決定のためのアルゴリズムを提供できた人間が、うんうん、まあ、その市場を独占する寡占するっていう形で支配していくっていう、やっぱそのインターネット産業で起きたことの、はい、複製のようなことが起きるんじゃないかっていうのが、まあ、一番普通の見通しになっちゃうんだと思うんですよね。で、あの僕はあのもしそれしかないんだとすると、うん、この交差機能しないと思っ
ているんですよ。というのはそれは今市場で例えばインターネット産業でここ数十年起きてきたアルゴリズム革命っていうのは、まあ、ある意味で私有されていて、非公開で、一部の先民たちしかアクセスすることができないようなアルゴリズムたちの性能競争であり、ユーザーをいかに適切に中毒状況に陥れるかっていう競争に基づく選抜だったと思うんですよね、はいはい、でこれが起きてしまっても全くその民主主義の理念とはほぼ何の関係もないか、うん、むしろ逆行しているに近いと思うんですよ、うん、つまり民主主義の前提にあるような多元性とか競争性みたいなものっていうのが排除されているような制度の作り方にしかならないと思うんですね、うん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 、なのでその何らかの形でこのアルゴリズムの設計をめぐる競争プロセスっていうのが変わらなければいけないと、うんうんうん、で少なくとも今選挙のルールとか民主主義のさまざまな部品を形作っている法律が公開されているのと同じように、うん、ここで想像されているようなアルゴリズム化された民主主義のためのアルゴリズムも、うん、おそらく透明でなければならないし、うん、公開されていなければならない、うんうん、それが可能なようなアルゴリズムの開発と競争のプロセスっていうのがどういうものなのか、それが分かっていなくて、ここにも書かれていない一番大きな問題の一つなのかなっていう気がします。だからそういう意味で言うと少し古典的な話になっちゃうんだけど、結局そこのところにおいて透明性って言った時に、じゃあその透明性を担保するとは何か、そしてそもそも透明性とは何かって話をしなきゃ。だからみんな勘違いしてんですよ、根本的な。奇襲と速度が全ての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。だからみんな勘違いしてんですよ、根本的な。奇襲と速度が全ての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。